さてさて、こんばんは、お疲れ様ですと。ハロー、あなたがファーストです。まあ、そろそろイベントを始めていこうかなという感じですね。よろしくお願いします。今日は龍残儀龍龍ガイルホーク、ずいキャラしかないですね。こんばんは。ゲームサウンド、まず。でかい。はい、こんばんは。あれ、ゲーム鳴ってない。なぜか。なんだこれ。あ、音でかいねこれ。レジューム音も若干下げます。こんくらいかな。あ、これなら聞こえるかな。じゃあこんくらいしましょう。よろしくお願いします。こんくらいか。調整が難しいな。はい、若干ゲーム音を下げてマイクを上げました。もうあれですね、来週の土曜日、フォックス年末の大きな大会が始まります。はい、今、はい、アドレス貼りましたので、まあ、日本語わかる方は読んでください。来週の金土日でイベントを行います。ゲームデイトナ、これはデイトナ式ですね。式というのは埼玉の池袋から東上線で行けるデイトナ式というゲームセンターで、まず金曜日、そして土曜日、日曜日は大山ニュートン、これも東武東上線ですね。東京は池袋から、鈍行で2駅とか3駅ぐらいですね。ここで行います。
夜、昼、夜という順番ですので、皆さん間違わないようにお願いします。はい、で、もちろん大会の配信もやっていきますので、よろしくお願いします。今はもう事前エントリーが終了したところですね。大船が出らんなくなったと、まあ、絶対出ないと思ったんですけど、大船ベガが出なくって玉島バイソンに変わったという、これね強いね。モミオチーム、スカさんが最後に入ったの。あここにね最近来るようになったウルツー勢ですね。シーパラじゃなくってトモくんなの。あ、そうなんだ。ブンチン、トモ、ストマックン、ヨシカ、ここ強いな。バランスいいね。沼ゲーゼ呼べよ。出てくれよ。出てくれよ。まあというわけで沼ゲーゼは忘年会らしいので、後からまたそうやって来るでしょう。それではイベントを始めていきましょう。東西戦、今日はかなり数が少ないので、そうだな、1、2、3、4、5、6人しかいないぞ。ヨシさんが入って僕が入って8人か。トモバックトゥジャパン、イエス。多分帰ってきてるね。さあ、なんかやりましょうよ。なんかやんのみたいな顔しないでくださいよ。怒っちゃダメですよ。いつもイベントやってるでしょこの時間。はい、破天荒、湘南、廃人、金子、バイパー、もみおしかいませんね。ヨシさんが出てくれれば僕も出て8人。いつも圧戦だよね、フォックスみたいな大会。今回はもったいないよな。声かければいいのに。はい、そろそろやりましょうよ。こら金子くん、こら。さあ、金子対バイパーが一生終わらないといういつものあれですね。ヨシさんも出ないですか。すげえ少ないし。さて、それじゃあ、そうだな、どう分けようかな。
はい、流々フォーク懺悔になりましたね。ワンピー側、破天荒、湘南、バイパー、もみおです。ツーピー側、廃人、金子、よし、2回転となりました。ただメインキャラでいきましょう。サブキャラ持ってない人が多いのでメインキャラでやりましょうか。うん、サブキャラないよね。ない一応あるあるないみたいな感じで、ね、さあヨッさん、あ、じゃあ、ワンピー側、破天荒、湘南、バイパー、もみを集まっといてください。ワンピー側行っといて。今日は東西線形式です。どうしようかな、順番を。 1,2,3,4 人のはず。ハイジンさん 2P よろしくお願いします。こっちはよっさん。じゃあ龍拳ガイルバイソンですね。こっちが龍ザンギホーク。うん、なんかすごいね今日は。スーパー、どうしようかな。普通にメインで東西戦やって、東西戦2連勝で終わりにしましょうか。はい、2勝したら終わりというわけで、まず1回目いきましょう。はい、聞こえますか。それではそろそろ始めていきましょう。ワンピ側が、あれ先方、あ、そうなの、いいでしょう。さあワンピが破天荒、ツーピがヨシさんで、ね、剣ですね。ヨシさんなぜか剣、そしてなぜか先方。そう、チーム戦なのでガンガン声出していきましょう。これね、応援するってすごい大事なんですよ。
負けた時は黙っといた方がいいですけど。さあ真空ぴったり合わせていく。ここは抜け損なったが、まずは破天荒1本。さあ上り体育素晴らしい、端っこに詰めて大足、剣の一番の見せ所、端っこに詰めるまでが早いという。しかし龍にはファイヤー波動、そして飛びがある。さあガードしちゃった、勝ったのは破天荒。今日ちょっと体の調子が悪くてあんま喋れないんですけど、ね、さあまず先手を取ったのは破天荒。いや踏ませて投げる、いいですね。端っこす端攻め壊し、いい遅らせ潮流、そして上を通してしまったが投げられる。あそこでこうクレバーに端攻めだけではなく一瞬下がれると相手が動きやすくなりますからね。動いたところをしっかり昇竜拳みたいな流れにしやすい。さあ破天荒、おーっとディスティ昇竜が炸裂。さあファイヤー波動まだ黙らせんと。さあ廃人がリーチをかける真空持って、こっから戦争だ。大足埋めていく、埋めるのはやばい。さあ湘南が行く、さあなぜか流々なのに湘南が出る。別にねこれ強さ順とか関係なく普通にキャラで行った方がいいと思うんですよね。みんな遠慮しちゃうんですけど。さあ白い方が今日は湘南。さあゲージ溜め切って、おっと投げる、露骨露骨、いいぞ、おっと手を出さない。さあ我慢、ここは打っちゃったー、しっかり。さあ第5ス真空の恐ろしさ、本当にあれね。さあ受け身がないぞ、受け身がないと端っこにすぐ行っちゃうぞ。さあ端っこ詰められた、これは接近詰め、小足昇竜バカ野郎。さあ湘南盛り上がって、まあいい感じでしたが、まあ猫くん、あこれ僕行った方がいいんじゃない。
さあトラブルがなんとかなって、大将金子バーサス副将のモミオ、ストマックモミオザンギ、さあのしのしやってくるが、金子がさば、あぶんね、金子がさばいている、さばいている、怖かった。さあ金子がいるが、あとちょっと、あっとマックソワット1位、さあもうミオザンギ本当に怖い。うわっと今のは裏剣欲張りましたね。ソニック中足同時ヒットの時はもう一発でピュール可能性がありますからね。さあスクリュー入って、ここは中足、さあこぼれて逆転、うまいソニック、もう厳しい、どうなる、金子さばききれるか、ソニック当たってしまう。さあ大将戦頼んだよ、別に大丈夫だから、大丈夫、こけても死ぬだけだから。さあ1周目大将戦になった、恐ろしいのはガイル側。さあしゃあないしゃあないしゃあない、リーチがかかってしまう、しかも一瞬だった。これひよって技を押せないのが一番まずい、チラシコンドルがしゃがみ強化にヒット、あっ、さあマイパーフォークはうまい、詐欺飛び行けよ、詐欺飛び行かないとやばいんだってこれ、おい、おー、まずはバイパーが締めて、1回戦はワンピー側勝利。さあというわけでこっから2周目いきます。バイパーさんは座りっぱなし、こっちが、まあ、かぶせで入るという形ですね。剣でしょう、ですけど、いや、あ、キャラ替えどうします、なしにしときます、任せる、ありなのかお、どうなのか、キャラ替えなし、なし、なしなし、このケンというキャラは僕はあんま好きじゃないので、なんでこれ使ってるんだろうって思うんですよね。そうですね、竜とケンだったらケンの方がホークにはやりやすいですね、やりやすいというか死ににくいので、この横に伸びる昇竜拳が相当フォークとしては脅威。その代わりファイヤー波動がないのでこけるまで早かったりする。さあうわっとコンドルに対して何もできてないぞ、うわー、いかない、いやー決まった。あそこもね、竜だったら強勝利ってところなんですけど、剣の勝利早すぎてコンドルダイムに高くなっちゃうんですよね。なので弱勝利ちょっと遅めっていうのがベストですね。これこれこれ、さあコンドルをこの体力だったら全然許して OK。 さあ見えてますよ、よっしよっしさんの剣、まだゲージも溜まっていない。
さあ内野手に行ったところにコンドル入って、タイフーンが入る。うわっボハ昇竜からの昇竜レッパー。さあ東西戦2周目をやっております。先方はバイパー、そしてそこにかぶせで入る形になったのがヨシ。なぜか今日はケン。これね、S 剣だと全然別物になるんですけど、 X 剣だとまあ五分ぐらいじゃねえかな、若干剣かもしれない。さあコンドルにマジレスをしようとするとカラジャンプが取っちゃう、まあ、コンドルにマジレスも劣化だったら OK なので。さあ守られるぞこれは。投げる、よく受け身取った。うーわー、あーバイパーが強い。これはね僕いきますよ。絶対無理。ファストバックもみおが一勝したところでまたしても金子がいる。
まあ、この流れしか存在しないですね。ワイソンに対してザンギ、ザンギに対してガイル、そっからあとはもう気合ですね。あーナイス、クライサマーが大地を割っていくぜ。さあ、まあ、ガイルもね気は抜けないですね。このレベルのザンギさすがに気抜くと画面走りこけるんで。おっとっと、さあモミオが詰めきれない感じ。さすがにガイルきついのか。うまいうまい、金子これは完璧な立ち回り。さあもうフォークいないですから、はい、全然さっきと状況で違いますから。破天荒、さあ盛り上がった中小竜が見えたが、ここで破天荒竜が金子ガイルに入っていく。湘南竜残しですね最後。さあ勝利からの大足波動3回ガード、おお。さあこれは完全に打たせて、圧倒的ガイルが有利な状況になった。うまい、金子ガイル非常にうまかった。なぜか色も変わってますね。おお、サブにダイゴスが一方勝ちしたぞ。このタッチューパンで落としてソニックブームは状況有利選びですね。うまい。さあ破天荒もしかし体力を使いながら画面端に追い詰めている。うおーっと、金子がやっと2連勝で大将湘南竜ですね。ワイパーさん死んだよ。うん、開幕死んだ。そうですね、さあこれで金子くんが、金子くんがこのまま締めてしまうと次バイパーフォークとやらされる羽目になりますね。勝たない方がいいまである。あーバカ。さあネコガイルなぜかせめて痛みを知らずに死ぬがいいみたいな異常派関係になってきましたね。守りきった、殺せるチャンスを殺さず湘南竜は、湘南竜は波動拳1回当てたが竜巻はヒットせず。さすがここは守りが本当にうまいですね。さあっとこれは次になった、端っこきついぞ。真空打たされた、中ゴスもガード、ほとんど体力を減らさずにしのぎ切った。さあ先止めしっかり、大ゴスに暴れた、いいぞ。これは中足裏剣。さあ3周目突入です。というわけで3周目ちょっと書くんで待ってくださいね。さあバイパーさんですよね、どうせそうなると思ったよ。
さあリベンジマッチ、はい、ここでね金子くんが死ぬともみおに対して被せらんなくなるのでマジ頑張ってほしい。さあだーほう危ねえ。さあバイパー欲張りすぎた。ダブルサマーをガードするとあら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 、ガイルベストタイムアウトキラー、確かに。うわ始まった、ガイルつまんねえ。さあバイパーがあっちゅう間に殺して、いやー剣ですね。マイソン行ってもいいけど、そうっすよね、ザンギに剣なんですか、それやりづらいと思います。あ大丈夫、あそうかザンギ戦得意ですもんね。よし、中盤の外から吸えるんですね。完全にキャラサだということが証明されました。これはあーヨシケンがうーんだーバイパー止まらんか。これはさあナイスショール、めぐり1点、こっからめぐり、うわジャンプしてる、ジャンプしてるってことはな、回してるってことですね。さああるよ、コンドルに連発したい、それで勝てる。いやまだ回しとくだけなんで、うわータチキョーキックは EH。 さあバイパーがいっちゃうのか、ヨシが止めるのか。さあコンドルダイブ、コンドルダイブにマジレスをしていくしかない。まあ、こういう状況でもコンドルダイブに波動拳の後コンドルダイブに対して烈波を回しておくだけでほぼ絶対落ちますんで、こうっていったら OK。 さあこれはうわ
なんだなんだ、うわー真空は持ってません。剣ですからね。剣が真空持ったら大騒ぎですよ。さやだやし入っちゃって、ここはおナイス処理。3ダウン、ピオリチ。さあここで日和の中足に対してワイパーがチクチクやってくる。確かに大足に行ったらコンドルもらって厳しいかもしれないが、勇気の大足が見たい。あーこれは美味しい。さあこれは勝ちですね。うわーナイス、よくやったー。さあ破天荒、大将に怪人リュウを残してもうやれるだけやるしかねえという状況。ヨシケンが副将で粘れるか。ワンピー側は湘南もみを残し、さあそうここで破天荒がもりもり押しまくりだ。の試合であんな勝ってたのに、この試合で勝ってても大会勝てるとは限らないですからね。さあこれは剣側が美味しい状況ですね。もうちょっとでゲージが溜まり画面端が近い。さあコマミスが目立つ。破天荒は無理はしない、真空を離で離していく。昇竜かすって OK。 うおお運ばれた。さああと一発になった昇竜拳、歩き昇竜一戦。さあ二段入ったし、こっからさあ竜拳使いの良くないところ、日和の中足、あれをいかに咎めるかというところ、日和の中足をもぎ取っていく。さあどうする。さあ湘南流対ヨシケン、副将同士ですね。これを勝てば相手の大将が引っ張り出される。さあ端っこ詰めたヨシケンが昇竜なんとか出た。うわっうわー逃げ出した。さあお返し、お返しだったがやっぱり端っこから逃げるの重要ですね。このゲーム空達はほぼ確定をもらいますが、ダイヤス1回だったら安いだろうという流れ。さあ剣に対してめくりが行きづらいに代わりに竜も、竜はうおっとナイスナイス竜巻ですね今のは。さあ打ち切った昇竜がガード、端っこ詰められた。どうする勝利出る。さあ裏に勝利、これは熱い。さっきは飛ばれてしまった。うっ今度はどうだ、熱い、飛んだ、よしが飛んだ、届かない。あさあ湘南が飛び出、廃人大将さあかなりいい勝負。先ほどは
湘南が白だったが今回はハイジンが灰色、まあ、竜のコパンカラーはジャックパンカラーは一番人気ですからね、よく被る。さあ灰人日和らないでいってほしい。うわっとこれは圧倒的湘南ペース、前に歩くんだ、そう前に歩く、この一歩がマジで大事。さあここで飛びではなく前に歩くんだ、飛びではない。さあ真空壊し投げる900点、締めたのは湘南というわけでワンピが勝利です。お疲れ様でした。ジュース一本払い。Yeah.
Thank you.
The
Oh, you
Thank you.
We
ー